こんにちは、ダイスです。今回は2回目レイドが始まった最強メガニウムのレイドを皆さん遊んでいらっしゃいますでしょうか。今回の2回目期間は終わりが4月15日月曜日の朝8時59分までです。同時開催で2回目レイドは星5のハピナスレイドも同時にやっているので、各テラピースを集めたりだとか経験飴を集めるのにハピナスを回って、秘伝スパイスを集めたりとかプラスアルファするのにメガニウムを回ってるよっていう方も視聴者さんでとても多いなという印象です。私はですね、ちょっと忙しくてメガニウムレイド、マルチプレイでね第1回目回ることが多かったんですよね。なんですけど、今回は視聴者さんのコメントで教えていただいた、なんかちょっと面白そうなポケモンを使ってソロでね1回試しに行ってみたいなと思います。勝てるかどうかは分かりません。はい、ということで、なんか面白いと言われているカラマネロ、早速ですねソロでね1回使ってみようと思います。あー、回復と麻痺がいる。この回強くないですか？回復2ですよ。ちょっとびっくりしたんですけど。あんまりないんですが、オリーバと一緒にもう1体、すごく優秀な回復役が来てくれてます。オリーバでも今回一緒にならないようにしてたので、ちょっとそこは不安かもです。サンナイトはね、普通に回復飛ばしてくれるんですけど、ちょっとわかんないですね。一応、スキルスワップで天の弱にして呪いがこう入るときに、まあ、勝手にね下がるという風にしておきます。これね、スキルスワップ天の弱の効果でこれだけ下がりました。はい、そしてひっくり返し道出てきたんですけど、多分これ使わないですね。辻斬りしっぺ返しでいいのかな。素早さ上がってるから多分後ろ立ちになってますね。後ろ立ちだとしっぺ返しが威力がね2倍になるので、これで取っていきましょう。とりあえず3回してテラスタルできるようにやっていきます。しっぺ返し、カラバリがねずっと放電してくれてるんですけど麻痺がつかない。ちょっとねついてくれると楽なんですけどね。すごい手厚い HP 回復になってるのがちょっと笑えるんですが、とても手厚いですね。全然マックスから減りません。これでいけるようになったかな。でターン的には挑発とかねかけなくても呪いの効果はずっと下がってくれるから、このままでいいんじゃないかと思います。でテラスタルできるようになったんで、一応イケドンかけてから上げていきましょう。これみんな回復しかしてなくてさ、攻撃役がいないのですがどうなの。はい、ステータスと効果が消されました。でまあ、天の弱とか全然特性なしになってますけど、もともとね上がってる効果はなかったのでこれでいいでしょう。はい、しっぺ返しで後ろ出し、どれぐらい時間かかるんですかね。結構ね視聴者さんからのコメントだと最強のEのとこあたりで終わってますよみたいな感じだったんですよね。4分の1切って終わりました。でも周回はあんまり考えなくていいみたいなので楽っていうお話は聞きました。あの NPC 一緒に行く子を選ばなくても大丈夫だっていう話を聞いたので、ちょっとね試してみてるんですけど、マルチで私結構今回メガニウム戦マルチプレイ入ってたんですが、あの第1回目の時に1回もね私はカラマネロ出会わなかったんですよね。実は結構いるみたいなんですけど、私はなぜかね出会わず終わりました。炎系でサポートつけてくれる人が多かったんですよね。ラウドボーンとか、あとグレーアルマでサポートかけてくれる方もいて、あのクリアスモークで消すみたいなサポートの方がよく合ってたイメージでした。
あ、でも早いかもしれない。これで悪い効果消しました。まあだけどね、全然大丈夫です。悪い効果が消されたとて、あの呪いがかかればね、事前にマイナスなので大丈夫でしょう。で結構入らなくなってきたので、ここでもう一回イケドンした方がいいかな。こぼれだね。また回復が増えましたね。危なくならないですね。はい、イケドン2回目。で麻痺ついてるのとあれなのかな、いいんじゃないかな。しびれ呪いはしてほしいかな、麻痺になっても麻痺呪いをずっと出しててほしいんだけど。しっぺ返しあと3回ですね。ボディープレス、まあ大丈夫でしょう多分、わかんないけど、 HP 回復もあるはずなのでいけるんじゃないかと思うんですけど、ちょっと硬くなっちゃいましたね。あの悪い効果消されると呪いが麻痺で入らなかったような感じになっちゃうとちょっと辛いかもしれないけど、大丈夫？呪いかけてくれないかな。はい、しっぺ返しで後ろだし、でこれで2倍。あともうちょっとでバリアも割れるし、時間も半分なので、そろそろ呪いターンが入るのではないでしょうか。これで一応ラスト。あ、呪いじゃない、オリーバの神秘の守りが今入りましたね。それ いらないかも割れない、割れないの辛いですね。この辺で割れてほしいんだけどな。もう一回入れるか。多分バリア割れてからは結構早めにいけると思うので、バリア割るときにイケドンターンを入れてやってみます。また麻痺だ、お願い呪いだけかけてほしい。すごいいっぱい今回復入りましたね。多分サーナイト回復も入ってると思います。で辻切り、あの急所に当たりやすい技になってるので急所率が上がるかもです。3分の1経過。あ、これでやっとバリアが割れました。全部イケドンに行けましたね。あの回復系の NPC が一緒にいたので、自己回復が貝殻の鈴しかないので応援で回復必要かなって思ってたんですけど大丈夫そうで、ちょっと確認しよう。素早さと特防分かっちゃってるけど、攻撃防御はやっぱ下がりましたね。一回多分呪いが入ったんだと思います、割れた後なので。もうちょっと呪い入れてほしいな難しいかな。あ、また消してる。じゃあこれでひっくり返す。これなんで今ひっくり返したかっていうと、あのいい効果で素早さとか入ってたのを全部ひっくり返して後ろ出しにしちゃいます。ちょっと確認しますね。使うかなどうかなって思ってたんですけど、これで素早さを命中が全部マイナスです。こっちの方が倒れるかどうかっていうのが分かりやすいので変えちゃいました。ギリギリだね。呪いしてくれないかな。あー、もうボディープレスしかないんだ。効果は抜群だ。ちょっと辛いぞ多分なんですけど、リフレクターとか光の壁があったりしたんじゃないかな。もしかしたらカラバリーが入れてくれてた可能性ありますよね。ワサーナイトが優秀、命の雫かけてくれてます。ほんとギリギリか、終わっちゃうかもしれない。もしかしたらですけど、あの1ターン私3回全部イケイケどんどんにターン使っちゃったので、それが邪魔だったかもしれない。ちょっと待って、10しかない。あ、素早さ下がる。でもまあ大丈夫です。お、こぼれだね、来た10しかない HP が。 HP もっと振った方がいいのかな。速さだけね、ちょっと調整かけて、攻撃と防御振りにしてきたんですけど。お、回復が入りましたね。サーナイトさん、ちょっと雫を。あ、落ちない、危ない、怖い怖い
カラマネロはね効果ないのでね、思念の続きスパータイプ技なので効果はないんですけど、ちょっとまずくないですか？終わっちゃわない？ギリ終わるかもしれない。あれかな、もう一緒に誰かがいてくれた方がいいのかもしれないですね。9 ずっとあの持ってる、あ、2回行動で終わりましたね。やっぱこれ難しいか、ちょっと変えなきゃダメだったかもしれないですね。やってしまいましたね。なるほど、テラバーストとか入れてきたらよかったのかな。ヒッペガスなしテラバーストインだったらもしかしたらいけたかもしれないけど、ちょっと難しかった。いやでも楽しいですね、いろんなポケモンでやるの。俺ね、カラマネロで勝てたっていう方結構いらっしゃったんで、同じように作ってみてはいたんですけど、私無理でした。もしかしたら NPC なのかもしれないです。あの建築のオリバーだといるとね、時間経過がちょっとの長くなっちゃうので、もしかしたらそれだったのかもです。いやでもあのこんな感じでね、今回作ってみたんですよ。攻撃で防御も入れて、素早さ振ってっていう作りをしたんですけど、ヒッペガスノックがねもしかしたらいらなかったかな。なんか他にあるかなって思ってたんですけど、特になくこれでいいかとやってしまいました。よくなかったかもですね。他に、まあ、地獄好きとかね、いろいろ、あ、うっぷんばらしもいけるのか。これもいけますね、威力2倍になる、あの素早さが下がったターンのみに使うみたいな感じで持っておくのもありだったのかもしれない。悪巧みはね、物理だからいらなくてできなかったのですが、これはちょっと面白かったですね。はい、ということで試してみましたが失敗しましたね。あとちなみになんですけど、コライドンとかミライドいけるかなと思って倒しに試しにね行ってみたんですけど、今回のメガニウムは難しかったです。あのどうしてもこれは無理だなっていう感じになってしまって断念しました。最近のね最強レイドだと、伝説2体どっちも勝てるかなってやっていけてたのに、久々にねダメってね、ちょっとショックです。次回の最強レイドは最強のレイド用にちょっとまた変えて伝説のポケモンでいけたらいいなと思います。はい、ということで今回は第2回目の最強メガニウムと、あとプラスで同時開催でハピナスレイド始まったので、試しにねちょっと話題になっているカラマネロで行ってみました。私の場合は撃破、初撃破はならずという感じでした。マルチプレイでね多分潜ってる時が多いと思うので、どこかであったらよろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!